9月12日、愛媛 CATV で中学生が職場体験学習を行いました。この日は複数の中学校の生徒が愛媛 CATV を訪れ、番組を作るという目標に向けて企画を考えました。そのうち桑原中学校の生徒は自分たちの学校紹介を行いました。校長先生ほか学校の先生方に桑中のいいところ、桑中生のすごいところなどを質問しました。2日目は愛媛 CATV にて4人で協力して撮影した動画の編集作業を行いました。今までテレビ制作とかはしたことがなかったので、作ってみて結構楽しかったのと、みんなでやはりいろいろ脚本とか台本と同じか文をいろいろ作ったりしたので、それがやっぱり思い出に残る部分だったと思います。今回職場体験学習で、テレビ制作をして、中で、特に、編集の作業が難しかったです。楽しかったことは、本格的なカメラで撮影したことです。半日という短い時間でしたが、みんなと協力して番組を作ることがとても楽しかったです。また知らない人に取材することで、思いっきりさを学べることができました。普段やらない映像の撮影や編集をしていて、一から仲間と一緒に作り上げていくっていうことがとても楽しかったです。撮影の時、カメラを触るのが少し怖くて、なんていうのかな、自分からこう触りに行こうとはできなかったけど、こうカメラをちゃんとしたカメラっていうのを初めて触ることができてよかったです。各学校が作成した番組は後日タウンチャンネルのアットスクール内で放送します。ぜひご覧ください。